エルカチャンネルのショーでーす。キリトでーす。お、いいぞ。いいぞ、今日はなんか、面白いなぁ。やらかしたからね。お前は面白い。はい、今日の動画なんですけど、ワンピースのルフィの銅像が県庁に立ちまして、半年ぐらいは経つのかな？ですね。去年の11月？11月1、2、3、12、13、12、1、2、3、4、5、ああまあ約半年だと思うんですけど、と前の動画であげましたけど、他の仲間たちの銅像が立つことが決まりまして、場所もはっきりしたんですよね。で、まだ銅像自体はできてないんですけど、一応その場所をちょっと見て回ろうかと。銅像が立つ前にこんなところだよっていう、その場所をちょっと見て、回りたいと思います。ということで、今日はキリトくんが一緒に行きます。はい、さあ、それでは行ってみましょう。時飛ばし。はい、ということで最初に阿蘇駅に着きましたよ。さあ、どこに立つんですかね、銅像。今見た感じで行くならどこっすかね。どこだ？こういうところとか。ああ、なるほどですね。あとはね、こっち、あとね、さっきから音がしてるの分かる？おお、危ない。ほら、もしかしたらね、こういうところ。ああ、なるほどね。だけこの辺りにどっか立ったりとかするのかもしれないですね。この広場じゃないなら、ないなら、ね、さっきの牛がいるところとか、さっきのね、駅前のところとか、まあ、もしくは向こうのね、物産館的な方向に立つのかもしれないね。じゃあ、超天気が悪いんで、今日雨降ってたけどね、まあ今曇り？曇り？ちょっと肌寒いけどね。確かに。でもちょっと食べたいよね。食べたいねー。飯食べよう。ソフトクリームを食べに行こう。くんかーい。どれ食べます？え？どれ食べます？無難なソフトクリーム。はい、了解。ヨーグルトソフト2つ。ヨーグルト2つ。車に戻りましょうかね。はい、はい、戻りましょう。はい、はい、どうも。さあ、ならヨーグルトソフト食べていきたいと思います。さあ、いただきます。いただきます。あー、うん、ヨーグルトだ。あ、ヨーグルトだね。あの、何のあれもなくヨーグルトだね。ですね。さあ、次に行きましょう。はい、行きましょう。さあ、ですね、今南阿蘇村にやってきてます。ね、ここが東海大の中かなに立つらしいんですけど、大学の中にはね、は入っていいものかどうかって考えるとあんまり良くないよねと思っちゃうんで、ちょっとまあその資格をですね、今通ってるとこなんですけど、ちょうど大学がここら辺かな。あ、こっち小学校だから、こっち側って言えばいいですかね。うん、うん、位置的にはそっち側にあるんですよ。で、違ったらごめんね。で、あそこにちょっと見えづらいけど、あれが
小学校の跡地ですね。見えません。はい、霧で絶対見えんと思いました。さあ、じゃあこのまま次の場所に向かいたいと思います。さあ、じゃあ今度は高森駅に着きましたよ。ここ前来ましたよね。来たね。なんだっけ、あ、トロッコ列車見に見たい券って言ってから来たんだっけ。そうそう。ああ、あと、あの漫画のあれが貼ってあるやつかな。そうそうそう、店内はすごかったからね。ねえ、いやー、この間とは打って変わってやっぱり雨なんで、ですなかなかちょっとあれなんですけど、さあここはどこに建てるんでしょうね。ねえ、やっぱ言っても駅、やっぱ目の前がいいよね、建てるなら。建てるならね。ねえ、どうなんだろう。だって建てれそうな場所ってあんまないよね。ないね。一応ね、ここ高森駅はね、あれ再開発のなんか話があって、うん、多分いろいろなんか作り直すらしいよ。なんでもしかしたらそれで場所がちょっとあるかもね。かもね。うん。一応さ、ほら向こう、さっきちょっと言ったけど、あのこの建物の向こうにちょっとしたほらなんかなんていうの、広場っていうかあったじゃん、うん、あっちでもとは思ったけど、あっちじゃあんまりだもんね。そうそう、なんかせっかく置くのにね、なんかまあね、うん、さあ、まあそういうことで、ここはちょっと本当にどうなるかが分かんない場所ってことで、うん、まあ、立った時にまた見に行きたいなと。ですね。うん。ということで、また次の場所に行きましょう。いいさ。はい。さあ、じゃあ次の場所。こっち、萌の里。西原村萌の里にやってきましたよ。ここはね、まだね、建てそうな場所がなんとなくは、うん、ね、正面のところありそうだから、そうそうそう、うん、分かりやすいかなと。ここはね、まだまだ分かるんですよ、ね、さっきのね、高森のとことかなかなかね、難しいなと。次行こうか。次行こうか。萌の里。うん、ほら、もしかやっぱあれ工事しよるって。うわ、どこだろうなって思ったらね。なあ、ちょっと入れるかな。わあ、すごいね、めっちゃ工事しよるじゃん。わあ、楽しい。よし、次に行きます、そのまんま。はい、行きましょう。はい。さあ、じゃあここは御船だ。三船に着きましたよの公園ですね、ふれあい広場。なんか恐竜がいますよ、恐竜。ふれあい広場。恐竜の町ですね、ここは。なんで、もうちょっと、多分あの仮設の向こう側かなに、なんか、その恐竜の形でいろいろしてある、あの、なんすか、遊具
がありますね、確か。ちょっとそう、天気が良かったらちょっとキャッキャ言おうかとも思ったんですけど、うん、まああんまり良くないんで、うん、まあ場所的にもちょっとね、まあそればっかりどうかなと思いますんで、まあこのくらいでしておきます。さあ、じゃあ、あと、もうちょっとだね、あと2箇所、うん、頑張って、じゃあ移動しましょう。はい。はい。はい。ああ、動物園今日休みだ。ああ、終わった。終わった。まあということでそこにもじゃあ一個立つんですね。ですです。はい。さあ、今日なんかあれですね。困りましたね。困ったね。まいった。さあ、じゃあ残すところあと1個になりましたんで、はい、そっちに行ってみたいと思います。はい。さあ、じゃあここ最後ですね。最後はですね、大洲に戻ってきまして、大洲中央公園。ちょうどですね、どこだここは、ちょっと後ろの方をぐるっと映してもらうと分かりやすいかな。ちょうどダイレックスとかがあるあたりですね。はい、それにその横にある公園なんですけど、ここに立つみたいです。まあこんな感じね、立ちそうな場所っていうのはあるよね。ありますね、ここですね。やっぱそこかな、そのね、そこ真ん中には立てないよね。そりゃ立てないでしょ、グラウンドの真ん中的なんで。それかそっち、もう一個そっちかな、立てるなら。んそのベンチとかがあるから、あそこちょうど真ん中あたりっていうか、そうそうそう。まあまあなんとなくここはイメージがつきますね、うん。まあ今日いろいろと、まあ全部で何個だ ?8 箇所かな、回りましたけど、まあ、まあ実際に立ってみないと分かんないかな、うん。まあ正確には今日だって何だろう、何箇所か飛ばしたもんね。うん、飛ばしたね。ね、ああダメじゃんって言って飛ばしてるから。だからまあ実際できて立ってしまえば見に行けると思うんで、まあそれを楽しみに しましょうかね。はい、じゃあ今回の動画はここまでです。はい、今日もどうもありがとうございました。でした。じゃあ最後また一緒にやってもらっていいですか。ほい。はい、じゃあ俺にかかってこい。